ダレーオス一世、ダレーオス一世、古代ペルシア語、ダリアベオダーラヤワウ、前550年ゴロヒク全486年は、アケムネス朝の王、在位、紀元前522年紀元前486年。一般にキュロス二世から数えて、第三代とされるが、ダレーオス一世自身のことによれば、第九代の王である。戦勝者とされる、スメルディス。 ガウマータを排除して大いにつき、王国の全域で発生した反乱をことごと口に圧して、西はエジプト、トラキア地方から、東はインダス川流域に至る広大な領土を統治した。彼は、自らの出自、即位の敬意、そして各地の反乱の鎮圧などの業績を、ベヒストゥン秘文として知られる秘文に、複数の言語で記録させており、これは近代における、 設計文字と古代ペルシア語解読の他の貴重な資料を提供した。また、今日にもその遺跡が残されているペルセポリスの建設を開始した王でもある。彼の名前は古代ペルシア語では、ダーラヤワウ、ダリアベオ、ダリアベウスである。ダリアベオという名前は、五感のダーラや保持するものと形容し、ボーブ、禅からなり、括弧たる禅を保持するものを意味する即位名である。 古代ペルシア語の設計文字表記ではとなる DAARA や VAU。日本語では一般にダレ l オス一世、またはダリウス一世として知られている。この名前はギリシア語系ダーレ e o s d a およびラテン語系ダーリーウス、またはダーレ e u 書きている。また、旧約聖書の日本語訳においてはダリオスという表記をされる場合もある。 ダレエオス一世と彼の後継者たちが支配した領域が広大であったため、彼の名前は多数の言語で様々な形態で記録されている。主要なものは以下の通りである。ダレエオス一世は碑文において新規軸の黄号を使用している。彼が築き上げた広大な帝国を支配するため、それにふさわしい新たな王権感が必要とされ、 かつてのアッシリアの称号なども参考に多数称号が用いられた。彼はキュロス二世、クル二世が用いていた称号を一部踏襲しているが、さらに、アッシリア王の称号、ウの王、サーサロニーに由来する、ウの王、エクスセライン・アクスセシー・アナムという称号を採用した。この称号は、同じく彼が用いている、この誓いの王、エクスセアシア・ヒャーヤ・ブミア、諸法の王、 エクスセアシアでヒューナム等とも密接に関連し一部の地域ではなく様々な異民族を支配する世界帝国の王であることを強く意識した称号である。また、アウラマズラーガミの恩長、ワシナ・アヒューリー・マズダによって王を取ったという一種の王権真珠の立場を取った。この点は彼以前の王、キュロス二世なども同様の論理を用いているが、ダレオス一世が 画期的であったのは、キュロス二世の称号が、メソポタミアの神々の指示によるという、バビロニアの現地人向けの政治宣伝的なものであるのに対し、ダレエオス一世のそれは、イラン系固有の宗教に基づくものであったである。このような変化は、口述の通り彼は三奪者として大いについた、可能性が高く、バビロニア人等の異民族よりもまず、ペルシア人の支持を勝ち取る必要があったからであろう。 なお、アウラマズダーは、一般的に、ゾロアスター教の最高神、アフラマズダーのことであると考えられているが、ダレエオス一世を含む古代ペルシア人の宗教を、ゾロアスター教とみなすかどうかについては、議論がある。ダレーオス一世は、ヒュルカニアとパルティアのサトラップ、クシャサパーワン、ソウトクヒュスタスペス、ウシュタースパト、ロドグネ、ワルダガウナの長男として生まれた。 ベヒスプンヒ文において、ダレエオス一世自身が語るところによれば、その祖先は、アケメネス家、ハッカーマニシケの分流であるという。ダレエオス一世の幼少期についての情報は、存在しない。ヘロドトスによれば、カンビュセス二世、カンブジア二世の生前、ダレエオス一世は、カンビュセス二世のやりもちとして、親衛隊にいたという。この職業は王に、 極めて近い人物の身がつく高い職である。また、バビロニアのサトラップ、ゴブリュアス、ガウバルワの娘と結婚し、三人の子供を設けていた。ダレーオス一世が主要な舞台に登場するのは、カンビュセス二世の死去、紀元前522年とその後の大井継承の争いの頃である。この時代についての重要な記録はヘロドトスが歴史に記録していいつ話と、 ダレーオス一世自身が残したベヒストゥンヒブンである。ヘロドトスによれば、カンビュセス二世は弟であるスメルディスによる王位三奪を恐れ密かに殺害した。そのため、スメルディスの死は人々に知られることはなかった。しかし、カンビュセス二世がエジプトに遠征している最中、本国を任せていたマゴス像、パティゼーノスが反旗を翻訳した。このマゴス像には、 ウ氏が、スメルディスの生き打ち死の弟がおり、名前も、同じスメルディスであった。そして、スメルディスの死が人々に知られていなかったことに目をつけ、この弟を殺害された、スメルディス王子その人であるとして玉座につけ、王国全土に布告を出した。カンビュセス二世はエジプトからの帰国の途上、シリアでこの知らせを聞き、激しく狼狽した後、偽スメルディスを打倒するため急ぎ戻ろうとしたが、 乗馬する際に、剣の捜査を誤って負傷し、シリアのアグバタラで死去した。こうして、パティゼーノスと、ニセスメルディスが、ペルシアの支配権を握ったが、即位8ヶ月目にパルナスペスの、コータメス、ウーナが正体を暴き、ダレエオス一世を含む7人の同志で、マゴスゾウの兄弟を排除した。ことが済んだ後、7人は国政をどうするかについて議論。 舌がまとまらず、場外に起乗して遠乗りし、日の出とともに最初に、馬がいなないた者が王となることを定めた。そして、馬帝オイバレスの計略により最初に馬をいななかせる、ことに成功した、ダレオス一世が王となった。一方、ベヒストゥンヒブンによれば、ことの天末は次のようなものであった。カンブジアニセカンビュセスニセは、同母同父の弟バルビアを殺害したが、 バルディアの死は人々には知らされなかった。その後カンブジア2世がムドラーやエジプトに侵発すると民衆の間に不穏な空気が流れた。この時、マゴスゾウ、ガウマータが、要は来る2世の息子であり、カンブジア2世の弟であるバルディアであると偽って宣言すると民衆はカンブジア2世から離反して、ガウマータにつき、彼は王として王国を掌握した。 その後、カンブジア二世は寿命を尽きて死んだ。ガウマータは、自分が偽物であることを隠し通すため、生前のバルギアを知っている者の,の多くを粛清した。このため多くの人々は恐れをののき、ガウマータについて、何事をも、あえて口にすることはなくなった。正当な王家の出身者であった、ダーラヤワウ一世、ダレーオス一世は、アウラマズラアガミに助け来い、 その恩寵を得てガウマータとその側近たちを殺害した。こうして、ダーラヤワウ一世は王国ガウマータから脱回し、アウラマズダーの意志によって王となった。上記の通りカンビュセス二世の死の前後についての、ヘロドトスの記録とベヒストゥンヒブンの記録は、細部では食い違うものの、大筋は一致している。しかし、近年では、この記録の信憑性は疑問視されており、実際には、 ダレーオス一世の方が、大井三奪者として即位し、それを正当化するためにマゴス像による、大井三奪の物語が創作されたのであると、右見解が有力となっている。詳細は後日の節を参照。ニセスメルディス、ガウマータを排除した後、紀元前522年に大位についた、ダレーオス一世は、王国全土で、相次いで発生した反乱に対処しなければなからなかった。 この一連の反乱については、ベヒストゥンヒ文に詳述されている。それによれば、ガウマータの死の翌月、紀元前522年10月、エラム、ウージャで、アーシナという人物が王を称して、反乱を起こし、またバビロニア、バービルでは、ナディンタバイラ、ニディントゥベールが新バビロニア王国の王ナブナイタ、ナボニドスの息子ナブクドゥラチャラ、であると称して自立した。ダレオは、 アーシナを逮捕することで迅速に制圧することに成功し、ティグリス川の下半でバビロニア軍を撃破し、ついでナディンタバイラが滞在していたユーフラテス川下半のザーザーナの戦いでもバビロニア軍を撃破した。ナディンタバイラはバビロン市に逃げ込んだが、ダレイオス一世はこの年も制圧して、ナディンタバイラを殺し、バビロニアの反乱は鎮圧された。 ダレーオス一世がバビロニアに滞在している間、さらに反乱が相次いだ。紀元前522年12月、エラム王今にを名乗ったマルティアという人物によって、エラムで反乱が発生した。しかし彼は部下の裏切りにあって殺害されたためこれはすぐに収束した。同月中にメディアでもフラワルティ、フラオルティスがメディアをオクシャスリタを称して反乱を起こした。 この反乱はメディアのほか、アルメニア、アルミナ、アッシリア、アスラー地方まで巻き込む大規模なものとなり、ダレーオスイ世はメディアで2回、アルメニアで4回、アッシリアで1回の戦いを行った。メディアで行われた最後の戦いで逃亡したフラワルティを捕らえ、メディアの首都エクバタナで鼻と耳を下をそぎ落とし最後に食い刺しに、して外し反乱を鎮圧した。ついで、 ケルマーン、アサガルタでメディア王族を称するチサンタクマが反乱を起こしたため、一軍を差し向けて、これを鎮圧した。さらにフラワルティの進化を称する者たちが反乱を続け、ダレーオス一世の父ウィスタースパ、ヒュスタスペスによって鎮圧された。同じく紀元前522年12月に、マルギアナ、マルグではマルギアナ人、フラーダによる反乱が発生したため、 バクトリアのサトラップ、ダーダルシに鎮圧が命ぜられ、これを撃破した。さらに同月、ペルシア、パールサで、ワフヤズダータという人物が、キュロス二世、クル二世の息子バルディアを自称して、反乱を起こしたため、これも、進化のアルダワルディアによって鎮圧させた。しかしアラコシア、ハラウアティに派遣されていたワフヤズダータの軍勢は、彼の死後も反乱を続け、 鎮圧にはさらに時間がかかった。そして、紀元前521年8月、バビロニアで再び反乱が発生し、アルメニア人アラカがナブクドゥラチャラを称してバビロニア王となった。このため、一軍を派遣して、これを鎮圧した。ベヒストゥンヒブンの記述を信ずるならば、上記の一連の反乱は、ダレエオス一世が即位したその年のうちに発生し、 鎮圧されたものである。また六人のパールサ人、ペルシア人の功績が特に大であったとして、検証している。さらに、紀元前520年春には、サイドエラムで、頭いたという人物が反乱を起こしたためこれを鎮圧し、その翌年には、サカ人の領土に侵攻してその王スクンカを倒しこれを制圧した。こうして、ダレーオス一世は、 王国の完全な支配を手に入れた。ダレエオス一世は、アケメネス朝の体制を整備し完成させたと言われる。彼は脱取した王位を安定させるため、キュロス二世の娘アトスサとアルティウストネと結婚し、殺害されたスメルディス、バルディアの娘、パルミウスも、妻とした。さらに、カンビュセス二世の妻となっていたオタネス、ウターナの娘、パイデュメも、 妻とし、王家の血統の独占を図った。彼の王国は二十から二十九の国、ダフユに分けられ、それぞれに、サトラップが任命されていたが、その動きを監視するため、王の目、王の耳と呼ばれる、王直属の官僚たちにその動きを監視させた。中央集権的な体制の構築と、軍隊の迅速内動のため、王の道と呼ばれる、 道路網が整備され、リュデアのサルディス市からエラムのスサ市まで 2400km に及んだ。王の道には111の駅亭が整備され、通常90日かかる工程を早うまでは7日で移動することができたとされる。王の道の全容は明らかになっていないが、石畳で舗装された道路の一部が駅亭の跡と共に掘りされており、馬車を走らせることもできたと見られている。また、 中央集権の用として、土寮校の統一が行われ、不完全ながら貨幣制度の整備も行われた。銀貨や銅貨は各地のサトラップによっても発行され、ダレーオス一世自身もダリックと呼ばれる金貨を発行した。また、その理由は現在では不明であるが、新たな首都としてペルセポリスの造営を開始した。この都市の造営はその後、クセルクセス一世。 クシャヤールシャン一世、アルタクセルクセス一世、アルタクシャサ一世の時代も続き、アケメネス朝の時代を通じて整備され続けた。ペルセポリスには、ダレーオス一世が残した建築碑文が複数残されているほか、ペルセポリスのあちらこちらに、ダレーオス一世のひときわ大きく描かれた像が残されており、その強大な権力を今日に伝えている。財政的な余裕を得た。 ダレオス一世は、かつてスキタイ人がメディアとコアジアを接見したことへの報復としてスキュティアへの遠征を思い立った。ダレオス一世の弟アルタバノスは、この遠征の困難を訴えて制止したが、ダレオス一世は攻撃を強行した。紀元前513年頃、ダレオス一世がダーダネルス海峡を越えると、ドラキア地方の所属は戦わずして降伏し、唯一抵抗した。 下タイ人も柴叩く間に征服された。その後、ダレエオス一世の軍勢は、国会の海岸沿いに北上したが、国会北岸のスキタイ人本拠地への攻撃は、スキタイ人の衝動戦術の前に、大きな損害を出して、撤退を余儀なくされた。ヘロドトセの記録には、ドナウ川を溶かした後、橋梁の建設の記事がないことから、ダレエオス一世の軍勢は少なくともドニエストル川に、 到着する前に撤退したと推定されている。この時確保したトラケアは、後のギリシア遠征への足がかりとなった。東方では、インダス川流域へも遠征が行われた。ダレーオス一世によるインダス川流域の征服が、いつ頃行われたのかは不明である。ペルセポリスの碑文と、ナクシェ、ロスタムの碑文に、インド王人、頻度が、 ガンダーラ人と共に親民として数えられていることから、紀元前516年からダレーオス一世の没年までのある時期に征服されたと推定されていい。この遠征に先立ち、ダレーオス一世はカリアンダ人スキュクラスにインダス川流域の探検と加工の確認を命じ、さらにインドからエジプトへの航路を確認させた。ダレーオス一世が征服したインドが実際にどの地方だったのか、 正確なことは分かっていない。パンジャーブ地方の大部分を含んでいたとも考えられるし、インダス川の両岸地区を河口に達するまで支配した可能性もある。ただし、実際に征服された範囲がどの程度であったにせよ、インドはアケメネス町の半島の中で最も税収の多いサトラペア、冬となった。ヘロドトスによればインドは、 アケメネス朝の第二重朝税区であり、砂金三百六十タラントンを納入していた。これはインド以外のすべてのサトラペアの合計に匹敵したという。アナトリア半島のエーゲ海沿岸に居住していたギリシア人の一派であるイオニア人は、もともとダレーオス一世の王国に標準の姿勢を示していた。アケメネス朝側の記録には、このイオニア人はヤウナや、 陸地と海浜のヤウナ人として記載されている。アケメネス朝は、イオニア人のポリスに自治を認めつつ、従属的な戦士を統治者とすることで支配を行った。紀元前513年頃のダレイオス一世のスキタイ遠征の最中、スキタイ人は、アケメネス朝の軍団に加わっていたギリシア人の部隊に調略を行い、ペルシアからの離反をそそのかした。 アテナイ人でケルソネソスの選手であったミルティアですが、同調しキリシア人の解放を主張したが、イオニアの主有ミレトスの選手、ヒスティアヨオスは、ダレエオス一世の存在によって、自分たちの地位が安泰なのであると主張し、他の選手たちも同調したためこの時には離反は起こらなかった。スキタイ遠征から引き上げた後、ダレエオス一世は残留させたペルシア軍に、周辺地域の平定に当たらせた。 指揮官に任じられたメガバゾスは、トラキア地方のほとんどを制圧し、パイオニアも平定して、マケドニアの手前までを支配下に置いた。帰還したメガバゾスは、ミレトス選手ヒスティアヨスが、対抗ありとして新たな領土を与えられたことを危険視し、彼を本国の祖者に移させた。その後、メガバゾスの公認として、エーゲ海沿岸地域の司令官となったシサムネスのコータネスは、 ビュザンティオンとカルケドンを征服するとともに、レムノス島とインブロス島も制圧し、エーゲ海沿岸でのアケメネス町の支配地は順次、拡大した。紀元前499年、アケメネス町のサルディスのサトラップ、アルタプレネスは、ミレトスの臨時選手、アリスタゴラスと共謀し、ナクソスの内紛に乗じて、これを征服するべく、メガバテスを総司令官に、ナクソス遠征を企画した。 しかし方針をめぐって、メガバテスとアリスタゴラスが対立した上、4ヶ月にわたる包囲戦の末に軍資金が底をつき退却を余儀なくされた。失敗の責任を問われて地位を失うことを恐れたアリスタゴラスは反乱に踏み切った。アリスタゴラスが他のイオニア都市も反乱に引き込んだため、これがイオニアの反乱と呼ばれる反乱に発展した。アリスタゴラスはことを起こす前に、 アテナイやスパルタなどに支援を要請した。スパルタは協力を拒否したものの、アテナイとエレドリアがイオニアへ軍事支援を行った。しかしアテナイは、初戦の敗退の後イオニアを見放し、結果としてイオニアの反乱は、紀元前494年にミレトスが陥落したことで鎮圧された。ダレエオス一世の対外遠征の中で史上、名高いのは、 イオニアの反乱に橋を発したギリシア遠征である。この戦いは一般にペルシア戦争と呼ばれる数字にわたる戦争の第1回目とされている。ダレーオス一水はイオニアの反乱を鎮圧した後、紀元前492年にオいのマルドニオスに艦隊を与えて反乱へ加担したアテナイやエレドリアへの懲罰を目的として遠征を行った。この遠征は 暴風雨にあって失敗し、マルドニオスは解任された。その後、ダレエオス遺跡は、ギリシア人のショポリスに土と水を献上して、標準の意を示すように要求し、多くのポリスがそれに従ったが、アテナイアスパルタはこれを拒否した。紀元前490年、服従の意を示さなかったポリスの平定するため、ギリシアへ大規模な遠征軍が派遣された。ダレエオス遺跡は、 メディア人ラティスト、アルタプレネスの子、アルタプレネスに当てないとエレトリアの征服を命じ、7日間の攻撃でエレトリアは陥落した。エレトリアの陥落の後、ペルシア軍はマラトンの平野でミルティアデス率いるアテナイ軍の前に敗退し、マラトンの戦い、ギリシア遠征は失敗に終わった。ただし、ダレオス一世は捕虜としたエレトリアの市民をスサに近いキッシア地方に、 定住させた。ダレーオス一世は二度にわたる遠征の失敗に奮撃し、より大規模な遠征軍を編成して申請することを決断した。しかしその準備の最中、エジプト、ムドラーヤで反乱が発生したため、ギリシアとエジプトのどちらへの遠征を優先すべきかが問題となった。ところが、紀元前486年8月にダレーオス一世は休止し、 ギリシアへの遠征も、エジプトの反乱鎮圧も後継者の手に委ねられるとになった。ダレエオス一世には、後継者の候補として、即位以前に結婚していたゴブリュアスの娘、ナマエフ不詳との間に、上司、アルトバザネスをはじめとする三人の息子がおり、キュロス二世の娘アトスサとの間には、クセルクセス一世、クシャヤールシャン一世がいた。ヘロドトスは、 大継承をめぐる対立と、クセルクセス一世が後継者に定まる天末を記録しているが、母、アトッサの県勢が強かったため、クセルクセス一世が後継者になったのは、否定のことであったと評している。ペルセポリスの浮き彫りには大きく描かれた、ダレエオス一世の像の傍らに、大使クセルクセス一世が描かれており、考古学的にも、クセルクセス一世が当初より、 正当な後継者として扱われていたのは明らかである。ダレーオス一世は偉大なペルシアの王として、後のギリシア人たちに大きな印象を残した。ヘロドトスは、ダレーオス一世の即位から死に至るまでの知性前、期間を様々な総話を交えつつ、記録に残している。また、アケメネス朝を滅ぼした、マケドニアの王アレクサンドロス三世、大王は、 キュロス二世とダレーオス一世という二人の創始者の業績に感嘆し、彼らの墳墓を訪れた際に、ダレーオス一世の墓に刻まれた碑文をギリシャ語訳け、するように命じた。通常、ダレーオス一世はキュロス二世、カンビュセス二世に続くアケメネス朝の第三大王であるとされる。一方、ペヒストン碑文で、ダレオス一世が自ら語るところによれば彼は、アケメネス、 袴かまにの、第九代の王である。しかし、近年では、ニセスメルディス、ガウマータの排除をめぐる伝承に含まれる矛盾や、その後相次いだ反乱などから、王位継承にまつわる一連のダレーオス一世の主張はプロパガンダに過ぎず、実際には、ダレーオス一世の方が、三奪者であったとする見解が有力である。ギリシア氏。 マケドニア史研究家の森谷君と氏はさらに論を進め、アケメネス、ハッカーマニシュアサを実際に創出したのは、ダレーオス一世であったとする。ベヒストンヒブンにおいて、ダレーオス一世の祖先として挙げられるヒスタスペス、ウィスタースパ、アルサメス、アルシャーマ、アリアラムネス、アリアーラムナ、テイスペス、チャイシュピ、アケメネス、ハッカーマニシュの中に王であった人物は存在しない。 テイスペスはキュロス二世の祖父にあたる、キュロス一世、クル一世の父であるので、秘文を全面的に信用したとしても、ダレオス一世は四代前で、ようやく王家とつながる冒険であったことがわかる。重要なことは、キュロス二世自身が語る系譜には、アケメネスという人物が登場しないとである。キュロス二世は、私はキュロス、クル、偉大なる王、アンシャンの王カンビュセス、カンブジアの子、 偉大なる王、アンシャンの王キュロスの孫、テイスペス、チャイシュピノスへとしか宣言していない。そして、キュロス二世、アルサメス、アリアラムネスの碑文が見つかっているが、そのすべてが、ダレエオス一世以降の時代に、追告されたもであることがわかっている。また、ダレエオス一世は、王位についた後、キュロス二世の名前で、アケメネス家のキュロスという文言を含む碑文をいくつも、刻み、 さらに、キュロス二世やカンビュセス二世、スメルディスの妻や娘すべてと結婚し、王家の血統を独占することに熱心であった。これらのことから、キュロス二世は三奪者、ダレーオス一世によって、アケメネスの王として、再定義されたのであり、そのことからダレーオス一世は、ペルシア帝国の再創造者であったと言えるという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。